音だけ、風鈴の音だけ、電気で風鈴、連続風鈴、まへいへいへい。OK。あ、はい、回りましたね。はい、じゃあまあ僕なんですけども、皆さんお探ししておりますけれども、なぜ、こういうふうな活動に、をしているかをまず説明していきたいんですけども、合法だからですね、シンプルに。警察とも、警察庁、総務省、しっかり確認取って、合法の範囲で、まず、こういう活動をしてます。で、過去の判例とかもしっかり洗った上で、やっていますので、しっかり合法の範囲でやってるっていうのは皆さん、理解していただきたいかなと、思うところでございます。で、皆さん、たくさんの皆さんに、興味持っていただいたので、大成功に終わったかなと思うところでございます。はい。で、まあ音竹さんですね、僕の次に出ると思いますけれども、まあ5回不倫からのモラハラで離婚、彼は鬼畜サイコパスだと僕は思っておりますね。はい。で、まあこういう人間はですね、もうサイコパスで治らないので、議員になってもどうせ国民裏切りますよ。はい。で、その裏には経歴詐称疑惑の小池ですよね。なんすかこの二人は。ありえないでしょう。はい。で、立憲民主党ですね、彼酒井夏実さん、と言いますけれども、消費税上げる気満々ですね。で、僕らの質問にも何にも答えません。で、クソ無能です。はい、無能ですげえ有名です。で、ママ友にも嫌われていて、リハックの討論会にこの人出なかったんですよ。うん、議論もできない。はい、そんなやつは国会議員になるべきではありません。はい。で、あと保守党ですね。はい。まあ、あかりちゃんとか、なんかカルト信者がね、バカみてえに、バカ面しながらタイピングしてんでしょうね。はい。ね。で、保守党に関してはですね、日本を壊した、安倍晋三を崇拝する、カルト宗教暴力集団でございます。ね。失われた30年とか言われますけど、ね。その失われた30年の中で一番総理大臣を長くやったのは安倍晋三ですよ。それを、ね、崇拝して、保守とか言っちゃってる、ね。頭悪すぎるわけですね。はい。で、まあそんなのを、崇拝している日本保守党は話になりません。日本壊すだけです。はい。で、まあ逮捕者も出てますから、日本保守党非常に危険な組織でございます。はい。で、あとまあ維新は、まあ中国共産党の犬ですし、はい。まあ後の陣営に関してはですね、僕らの動画を見てほしいと思います。で、ちょっとね、ニコニコなんでワクチンの話したいんですけれども、僕らの調べでは、2021年、2022年でですね、14万人が少なく見積もってもワクチンで亡くなっているということなんですね。で、この内訳に計算方法に関しては非常に簡単でですね、超過死亡者数、2022年まで26万人いますけれども、コロナによる死者数は 5.5 万人しかいません。で、高齢化による死者数はですね、大体多く見積もっても1年で3万人なんですよ。で、2年間で大体6万人ですよね、合計で。なんで、まあ、26万マイナス 5.5 万、マイナス、12万なんで、まあ、14.5万人が少なく見積もっても死んでいると。で、ワクチンの健康被害は日に日に増えてますよね。で、すごい問題になってますよね。で、この後、ひろゆき出てくるらしいんですけど、ひろゆきはワクチン打たねえやつはコロナにかかって死ねみたいなこと言ってたんですよ。ね。思いっきりワクチン推進派なわけですよね。人殺しに加担したのと同じだと僕は思ってますよ。この後、ひろゆき出ますけれども、まあ、これが反映されるか知らないけどね。で、ひろゆきは人殺しに加担したと思ってますよ。ね。皆さん、ひろゆきをね、ニコニコの人たち、ひろゆき大好きかもしれませんけれども、最低の人間ですよ、あいつは。ね。で、ワクチン推進したのは、ホリエモンもそうですよ。メンタリスト大工もそうですよ。はじめ社長も同類ですよ。人殺しに加担したんですよ、こいつらはね。ね。で、こういう真実を、まあ、誰も言わないから、我々はこういうふうに、ちょっと過激な方法かもしれないけども、やらせていただいてますので、はい。今回ね、非常に大成功に終わったと思いますので、はい。ね。まあ、ちょっと、まあ、僕の言いたいことはもう全部終わっちゃったんですけども、じゃあ、ちょっと引き取ろうかなと、引き取ってもらおうかなと思います。はい。翼の党の代表の黒川敦彦でございます。まあ、今回我々もやりすぎだというふうに、ご意見もいただいてるんですけど、今日の最終演説、亀戸の最終演説、ものすごい多くの人が来てもらえたし、すごい演説会として盛り上がりました。で、マスメディアの人たちも取材に来てくれた上でですね、こんなに応援する声があるんですか？びっくりしました。めちゃめちゃ取材してました。で、どのぐらい使ってもらえるかわからないんですけど、来週の月曜日にはですね、なんかモーニングショーとかで我々叩かれるらしいんですけど、まあ、叩かれるにあたってですね、まあ、反対の意見も聞こうということで、なんで僕らこんなことをやったんですかということに関しても取材を受けました。で、それでお伝えしたんですけど、僕らにもっとやれっていう声は明確にあります。で、僕ら選挙に出ているので、例えば小池百合子さんや乙武さんの演説会と僕らの演説会がバッティングして、僕らもですね、基本的に質問に行ってるんです。答えづらいことを、政治家が答えづらいことを僕らは聞きに行ったんです。それに対してもっとやれっていう声は明確にあります。なぜかというと、今
今の政治に飽き飽きしている人がたくさんいて、特に選挙の時なんかみんな綺麗事しか言わないわけですよ。その綺麗事に対してもう一般の有権者たちはどうせ嘘だろ、お前ら嘘つくんだろってしらけてるわけです。それを僕らは聞きに行ったわけですよ。例えば乙武さんに、いや5人も不倫されてましたよねと、5人も不倫して奥さんも不倫相手も不幸にした人間がどうやって国民を幸せにするんですかと、それを答えればいいんです。答えればよかったと思います。で、僕たちはいろんなところにいわゆる突質問に行きましたけど、答えていただいた陣営の方からはその時にはちゃんと立ち去っています。僕らは国民が聞きたいことで、一般的な政治家に対してお前ら高い給与もらってる上に働いてねえんだろという声は明確にあるわけです。そしてなんだかんだ綺麗事言って逃げるだろうということを思っている国民の声を代弁したということでございます。で、これも声なんで、表現の自由って本当に難しいと思います。いろんな声があって、いろんな表現の自由がある中で、我々としては法的に許される限界までやったという理解でおりますし、それに関しては申し訳ないですけど過去の判例も洗っておりますので、犯罪行為ではございません。で、そのことに対して小池百合子さんがですね、もうめちゃめちゃに発狂して警視総監にも圧力をかけたという、デイリー新潮さんの記事がありますけど、黒川とか根本を別件でもいいから逮捕しろと言っているそうなんですけど、それに関してはさすがに小池百合子さんや警察権力のそれは不当な圧力だと思います。選挙に出るということ、そして選挙に出ている陣営に応援の声が、もっとやれという応援がある、それも一つの民意なんで、で、僕らとしては俺ら質問に行ってるだけなんで、小池さんとか乙武さんとか他の陣営が答えづらいことを俺ら質問に行ってるだけなんで、答えればいいんです。どうやったらいいんですかと言われますけど、俺らが逆のことを言われれば、その質問した人にマイクを渡して喋ってもらって、それに対してちゃんと反論すればいいんです。そしたらむしろ乙武さんの票上がったんじゃないですかと思います。はい、私翼の党の組織運動本部長の杉田と申します。基本的には創価学会をめちゃくちゃ叩いてます。創価学会とトラブルになって家の前に猫の生首を置かれたり、集団ストーカーと言われる付きまといをされました。最近になって大阪の粟田さんという方、レボさんという方が創価学会は集団ストーカーやってると現役の信者の方が暴露してくれました。投票用紙も盗んで36回投票に行って捕まったと言ってるような公明党をぶっ潰すために翼の通り活動しております。被害者の方応援してくださって本当にありがとうございます。集団ストーカー問題、公明党創価学会の悪事を僕が暴いていきますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。どうぞ。はい、まあ、選挙中に僕ひろゆき論破したんで、僕のツイッター見てください。ひろゆきはね、ワクチンのこと言われると何も言い返せないですからね。ひろゆきクソ口弱いですからね。論破余裕なんで、論破でも何でもないからひろゆきはね、ゴミです。終わりです。じゃあ選挙も終わったんで、キャバクラキャバクラ行き放題行き放題行き放題ヘイ